よいしょ、まあ、さっき言った、ドラえもん、ドラえもんね、4つぐらいもあるんだけどね、うん、ドラえもんみたいにこう魔法使いになるよね、あんなわけわからない始末するんだけどな、うん、メイソン犬なんていない方がいいんだよ。あのお金とかね、その変な事件ばっか起こして、ね、メディアもそうだけどね、事件を起こすようなものはいらない、トラブルメーカーは本当に。ドラえもんみたいなね、物がいれば、ね、物でおかしいけど人がいればね、空を自由に飛びたいな、ちょっとゴタゴタしてるね私のこれ、うん、まあね、さっきそれ言った通りなんだけど、まあ早くね、みんな気づいてくれればいいんだけど、別にこう再生やろうと思ってやってるけど、たまたまなんか後になるとヒットしてたなっていうだけの話であって、って感じだね。でこういう車、フォルクスワーゲンの車ってかっこいいんだよね。あのうん、このフォルクスワーゲンの車はそのこっから乗れるというのはねすごいなと思うね。掃除機で掃除ができるにはできさえないな。うん。でこれここも開くんだよね、フォルクスワーゲンの車これ、うん、こっからこっから物の出し入れができるってすごいなと思ったね。でこれね、こっちは開かないのか、あっち側だけ開くんだね、うん、昔こういう車の方がかっこよかったね、フォルクスワーゲンのバスね、これに乗って旅行行ったり、あの買い物するお客さん運んだり、ちょっとお出かけにちょっとタクシーの代わりになってもいいと思うんだけど、うん、昔の車がかっこいいな。まあ日本の車の車幅に合わないかもしれないけどね、どのぐらい幅あったのかな、バスより小さかったら走れるよね別にね、うん、ここは止まればまともしれないけどね、ここ止まんないもんね、たまに止まることあったんだけどね、今日引っかからんな、うん、甘えたら壊れっからもうこれでいいと。前はね止まったはずなの、止まんないんだ今日はね、なんかロックができたら面白いんだけどね、ここに荷物乗せたりできるシステムで、うん、フォルクスワーゲンのねバスってかっこいいなと思うね。でお客さん乗せたらここから乗るよりと、うん、バスにここから乗って後ろに乗ると、で後ろにクーラーついてたらいいな、うん、ここ止まれば面白かったんだけど、こうやったらまあ壊れちゃうね、やっぱりな、前止まったと思うんだけど止まんなくなっちゃったな、あ止まった、たまたま引っかかれば止まるんだよね、うん、これたまたま引っかからないと止まらないんだよ。まあこういう車があったらかっこいいな、昔あったんだろうね、フォルクスワーゲンのこのバス、うん、なんか今の車よりこれの方がかっこいいな気がするな、なんとなくね、なんかレールバスとかこんなんじゃなかったかね、あの乗ったことないけど昔、今もう休止になってるやつね、初見さんありがとう来てくれてるみさんという方ね、ありがとう、そう私の配信はこれですさっきのだいぶ手前の配信ね、うん、こんにちはだね、始めましたね、うん、ねえ、そうすごいね、花と怪獣みたいなやつ、うん、ガオーガオーってね、そうライブ配信たまに見たことある、そういうのね、どっかもそういうのがあるのかしらんあるみたいね私他の配信のとこコメントつけた時もそうしてきたけども、うん、そんなどこから持ってやるんだろう、私他の配信とかコメント書くときにさ、こういうスタンプ見たことないで初めて見たな、うん、まあパソコンに、私のパソコンに入ってないだけかな、わかんないけどね、ないな今んとこルミさんこんにちはだね、うん、